ようございます。お、おはよう。そう、トトさんいるんだよ今日。だからかな、そんな見て。どうしたのさやさん。そってトトさんも気になるんだけどさ、あの、あ、やだみんな、何見てるの。おっぱい T シャツだよ。おっぱい T シャツ。おっぱい T っていうなんかこうシャツにこうおっぱいの柄がねこう印刷された T シャツなんだけど持ち上げるともうなんかすごいね、二次元感がすごい。二次元感こうすごいさ、あのね、マジで言うけど、うん、こうアイロンプリントでつけましたみたいな感じなの、うん、これはねみんな自分で作れるよ。でね、今日はトトさんをなんか連れてきてます。今日も連れてきてます、はい、でなんで連れてきてるかっていうと、トトさんね今日はなんと脱出ゲーム、猫の部屋っていうのをね、はい、やろうと思います。まずトトさんが脱出しそうだけど ね脱出しないで落ち着いてね。はい、じゃあ猫の部屋からの脱出スタートしたぞ。はい、そうしてください。おーい、この猫のね部屋をいっぱいタップして、もう脱出できたじゃね。え、あれ脱出してくれないよ。あれなんで。ちょっと待って、ステージクリア。ちょっと、はい、トトさんも脱出ね。はいはい、トトさんも脱出しちゃダメだよ。はいはい、お前人の背中に乗るの大好きなの。はい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 、あ、なんかコレクション猫追加された。ほんとだ、あ、かわいい。てか忍者猫とかいる。あ、鍵や、鍵、猫キーだ。これでオープン。いいね、ティラリラリーン。はーい、とさ、人の頭に尻尾ペチペチやのやめて。オッケー、いいですね。にゃん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 、え、にゃんにゃん、いっぱいいるやん。え、どういうことこれ。上のなんか、あ、上のさ、色順。あ、そういうことか、これ鍵か。同じ猫に興味を持ってるの。オープン。いいね。ほら、ほら、行け、ほら、行け。え、なにこれ。いいよ、じゃあトトさん座り。はい、なんだろうそれ。音符。音符わからん。これ猫にゃんがヒントでしょ。でも猫にゃん、なんだろうね、その顔の、ま、マークとか。え、なんかそれさ、スライドでなんか動かせないの。そう、動かせる。動かせる。待って、これ音が関係するとかない。音関係する。ついに音系が。音ゲー、もしかして効果音だけだよ、音は。本当だ、カチカチってするだけだ、うん、えー、なんだろう。え、この猫にゃんの何が。足がちょっと上がってて、そう、手足のあれだよね、こうで、で足片方上がってるね、うん、っていう感じだよね。あ、ヒゲだ。なんとなく、あ、多分ヒゲじゃない。ありそう、長さがあるね。ヒゲ長さ全然違ったよね、うん、ここ長かったよね、うん、あ、いた。髪か、一個だけ間違ってたのか今の。素晴らしい。だった。え、かわいい。猫の部だ。猫じゃらし。はいはいはい、猫じゃらし、猫じゃらし、猫じゃらし。おい、トトさん、オープン。よいしょ、鍋が開きました。同じ、さ、あれ、重さにしろってこと。結構、結構重くない。あ、キティちゃんぐらいか。リンゴ5個分ね、うん、結構ですな出た、これ難しくね。え、バナナ、SM。 最初 S っぽいよね、うん、SM、これ何？ここは L っぽいよね。うん。で、ここは E か。かな。あ、V ないよね。V じゃないか。スマイル。あ。おお。素晴らしい。オッケーオッケー。フルーツ猫にゃん。かわいい。来ました。息ができない。かわいい。え、これトテチテかわいい。足が短いのがいいよね。お、新しい。うん。お、これ？あ、あ、あ。この木の人は何なんだい？な。ポンポン。あとどこだっけ？ポンポン。そう。何なの？え、この木の人は。木のは何なの？何？チラッと見るけど、何君？かわいい。すごいチラ見してくるんだけど。チラチラ。あ、あ、バリバリしちゃった。ダメでしょ、バリバリしたら。ダメだよ。ああ、怒られるでしょ、バリバリしたら。ほんと、バリバリダメ。バリバリこっちにしなさい。そう。バリバリ。ほら、バリバリバリ。かわいい。1357。怖いわ。すごい、よくや。よう、よう。ようやるわ。うん。猫暗号が。ね。
ガリガリかわいいな、ね、バリバリかわいいけど、いい実際やられるとちょっと、ね、ちょっとね、切れるよね。おい、待てーってなって、うん、でこでこ、あれね、多分ね、ゆっこちゃん家の猫ちゃんだと思うわ。あ、一番左、うん、そんなでかいの。でかい、ゆっこちゃん家の猫ちゃんね、でかいのよ、ほんとに。何キロとかじゃないよね。1、2、あ、真ん中、え、5?1?5?8? あれでしょ、サイズでしょ、でかいのが、あ、そういうことか。そうそうそう、じゃあこでかいのが1、1、え、ちっちゃいのが5か、5、うん、真ん中が 8? 8かな。 OK、 おー、かわいいね。はい、猫じゃらしたーい、ブシャーン、寝ておる。はい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 、起きた。あ、チラッと見た、チラッと見た、かわいい。はい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 、ギュンギュンしちゃうわ。え、まだダメ。でもなんかあるのかな、もうちょっと他になんか興味を引く何かが、うん、なんこれ、あ、え、なん、え、ちょっと待って、パチパチ、目のパチパチ、そんな気がする。右右左右左、長えな結構。右右左右右左、え、間違ってる。右右右右左右左、あ、じゃあさっきと逆だったのか。右右左右、あれあれ、こっちだよ。右右右右右左右左右左右右右右、あ、一回足りなかったんだ。足りなかった。お、またなんかデブ子、これはね、運動しなきゃいけない猫ちゃんたちだよ。何を食べるかなんだろうな。あ、なるほどね。すいませんでした。あ、一応全部食べられるんだ。あ、こいつはこれ、ね、餌だね。右から2番目。全員に継がなきゃいけないよね。じゃあここはミルクね。そうね。あ、いや、そう、じゃあ知ってるよ、違うのは。一個ずつ試せるのいいね、なんかこう入れられて、うん、さあお食べ。はい、こっちの子ね、右の子、これね。じゃあもう最後のお魚はもう見ずにも分かっ、ね、分かっちゃうね。こうでしょう。でもあげないとかわいそうじゃない、出ちゃう。じゃあおっぱい野郎はやってこう。なんじゃこれ、猫をつまんで、超かわいいやん。あ、ほんとだ、あ、向きがくるくるして、あ、はい、あーあーあー、なにこれ、超かわいい。え、これどうやんだろう。あの、上のあれじゃない、あれに合わせるんじゃない、正面、右の子が正面で、右の子正面。あ、あー、にゃって、にゃって、にゃんで逃げるの。トビー、なんでトトちゃん逃げるのか、さや、さやはダメか、トトちゃん。おー、暴れん坊なの、あなた。ね、猫、うちのトトさん、こんなことしない、自撮り猫。かわいい。自撮り猫。あ、かわいい。20時51分。自撮り猫、かわいい。かわいい。かわいいね。トトさんも今度自撮りしようね。トトさん、自撮りできる？ね、自撮りしようね、トトさんね。インスタ映えしようね。ね。あ、そう、トトさん、でも最近ね、インスタ始めたからね、トトさん。トトさん、インスタあるからね。トトさん、インスタあるよ。トトさんのインスタ、貼っとかなきゃ、今日。ちょっと、ゲストで。え、貼ってね、トトさん。間違え、トトさんに貼ってねってダメだよ。え、これわかんないんだけど。20時5…逆なんじゃない？ 15 時2分ってこと？そう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 。天才か？ 15 時か。うん、多分。15時？ね、トトさんに。時逆だったよね、今ね。いや、天才だ！ね、トトさんやる！さすがトトさんね。トトさんになっちゃったよ。トトさんがすごくなっちゃった。さすがトトさんね、あなたね。あ、もう猫って癒されるね。あ、この猫が持ってる。え、なにこれ。え、あ、なるほど。え、なにこれ。あ、あ、やっぱり私はダメなのね、トトさん。これどうやって開けるんだ。あ、なになに、これがわかんない。これはん、こうやってダーンになって下ろすんじゃないの。なんか足りないんじゃないの。あ、なるほどね。のも開かないの。開かないんだよね。なんかトトニャン、あ、トトニャン。これ何？なんかコンパクト的なのあるよね。うん、
え、なんだろう。でもね、これ移動させたら消えた。謎じゃない？え、それ消えちゃダメじゃん。ね、きっと。ちょっと唯一のヒント見てみますか。ヒント見よう。ヒント見る。高いところに上がったものの偉い君、過去を助けてあげよう。うん、助けた。答えを知りたい。うん、答えしろ。もうしろ答え。これヒントじゃない。家具を階段上に並べて猫が降りられるようにしよう。猫が乗っている棚、その次に冷蔵庫、木の台、丸いボールのついた遊具と並べると一番左に収まる。チェストのストッパーが外れてチェストが動かせるようになる。あ、すごい。注意、チェストは他の家具とは違い、端末を傾けることによって動く。そんな機能逆じゃね。え、チェスト、あ、これか。今ちょっと動いたし。あ、おお。ああ、